ゆくきん t b e、A、B D E h e ハロー YouTube はい今日皆さんにご紹介するのはオープニングから元気ないのでお察しの通り しょんぼりです。理由は、おないだ自慢した。一番絞り買っちゃったよーつって。ね、今までの普通の一番絞りり350と1本あたりの値段同じ185円、約。で 美味しさそのままにって書いてあった気がして。プラス、糖質ゼロならなんか体に良さそうやんつって買ったこれが。これがよ。こないだ、ゆくちゃで飲んでみたら。すごく美味しくなかった。あくまで個人の感想ですよ。うん、僕にとって。というか、えー、これを自慢した回の。 ゆくきんのコメントでも誰かが書いてくれてたけど、ノンアルコールビールみたいな味するよ、みたいな書いてあって、そんなバカなって思ってたの、文字読んでた時。飲んだら、本当にそんな味する。まあまあ、結局、ノンアルコールビールってさ、僕も人生で一回飲んだことあるかないかだけどね、やっぱ、まあ運転しなきゃいけない、係の時とかで、でもみんながビール飲んでたら、ね、みたいな、ね、めったにそんな状況ないけど、まあ、 ビール飲んだ気になれるみたいな意味では、全然美味しかったというかさ、うん、ビール飲めない、絶対に飲めない状況でビール飲んだ気にはなれるよ。確かに。ってぐらいのビールっぽい味はする。でも、ね普通に僕家とかでビール飲みたいっつってビールを飲んだ、あの気持ちの、あれには至らないわけよ。わかるビールが飲めるという状況で、アルコール飲めるという状況で、 ビールだと思って飲んでみると、全然弱い。あの、アルコールがじゃないよ。味がというか、発泡酒のような、ノンアルコールビールのような、薄い味。うん。あのビール、ビール、ビールって感じの美味しさがないんだよ。そんな味だって知らずに一本でも買ってさ、飲んで、ご機嫌伺ってから24個買えばよかったのに、24買っちゃっただよ。 あ、美味しくない。僕はね、あくまで個人の感想。あーやべ、大失敗したと思って、返品なんかできないだろうし、クレーマーになっちゃうそんなんしたら。返品したいぐらいだけど。で、悔しいから、で、家で飲むのは大概ビール3、第1のビール352本飲んで、まあ残りちょっと調整でワイン飲むか、チューハイ飲むかみたいなもんだから、1本目に、ちゃんとしたビールを飲む。 ああビール飲んでるって気持ちを味わえるでしょ一杯目うめえっつって。でも一杯目のね、後半ぐらいから、まあまあ、ビールの味にはもう慣れ,れちゃって、ビールかなみたいなもんで、二杯目もプシュッて開けるけど、まあまあビールだしみたいな気持ちで飲んでる部分あるから、お酒も入って酔っ払ってるし。正直二杯目はまあ、多少味が落ちててもあんま分かりゃしねえだろみたいなことで二杯目にこれを飲む。最初は一杯目、ちゃんとしたビールを飲む。 二杯目にこれを飲む。で、いつもさっき言った、ルーティンで言うと、三杯目に、何でもお茶割りでも中杯でもワインを飲む。そうやって、もうなんだ、中継ぎ投手じゃないけど、野球はあんま知らないけど、二本目専門のもう、ね、専門のやつとして、なんとか残り23巻消費しようと思う。いやいやね。外れつかんだわ。で、何が言いたいかというと、その、押さえの一本じゃない。 第一のビールの第一本目。わかりにくいこと言うけど。その第一本目の、ちゃんとしたビール。またこれも買っちゃったよ。ちびちびコンビニで買うのもさ、手間もかかるし、重いし、なんか、うん、めんどくせえから。これがありゃ安心だけど。ね、家、うち狭いからあんま置くとこないのにさ。 だから今まで一ケースだけしか置いてなかったのに二ケース分だよ。しばらくね。二本飲んだらまたこれ一本ずつ冷やすみたいな。まあもっといっぱい入ってるけど。めんどくせえルーティーンになっちゃった。まあ自分のミスだな。うん。したよ。えー、ケース買いするときは必ずもう味を知ってるやつを買うか。 一回でも様子見たやつを買う。いきなり知らない味を買うと怖い。学んだよ、大人になって。なんなら前までのはさ、これじゃない、もっと金色、黄色っぽい、芳醇とかいうのを買ったんだけど、それはまあ、ほぼ同じだったわけよ。同じ普通の一番搾りのちょっとラインが違うみたいな。でもこうやって、糖質ゼロとかちょっと冒険したやつとかさ、まあ黒ビールとかも急に味変わるだろうし、発泡したビールもまた味変わるだろうから、 ね、違う味を買うなら、絶対、さっき言った通り。一回味知らないとね、24本分の責任を負わなきゃいけないから。ひどいよ思いしてよ。1本あたり185円は一緒なんだけど、損した別に僕はキリン、キリンさん大好き。一番絞りさん大好きなんだけど。キリンさん大好きって子供みてえだな。<laughs> ゾウさんも好きです、みたいな。 だから、商品の、商品の批判をしたいわけじゃないんだけど、僕にとっては美味しくなかった、これが。すごく。うん。損した。急遽買ってきたよ。めんどくせえ。どういうことん。しょんぼり。こっち。いっぱい買っちゃった。 登録してね